俺の名前は中曽根明。俺は今日高校に入学しました。父さんたち高校の入学式には行きたいとか言ってたけど、結局来れなかったな。まあそうなるとは思ってたけど。入学式のために保護者の姿があちらこちらに見える。しかし俺は一人だ。両親は長いこと海外出張中で、俺は祖父母の家に預けられているから。じいちゃんばあちゃんが行くって言ってくれたが、昨日の夜から二人揃って熱を出しちゃったんだよな。まったく、孫が高校生になるくらいで興奮しすぎなんだよ。やべえぞ、猫岡第二中学の夏目と木場がいるぜ。なんだよあいつら、普通に勉強できるのかよ。あいつらと同じ高校で、しかも同じクラスとか、終わったわ。夏目と木場？ああ、あの人たちのことかな。あれ、二人がいる場所の前の席が俺の席っぽいぞ。無視するのも変だし、普通に。おはようございます。おい、タトゥーや。なんでしょうか。てめえが座ったら前が見えねえんだよ。そうですか。じゃあ後で先生に行って席を交換しましょうか。おい、なめてんのか。なんで一番後ろの特等席をてめえに譲らなきゃいけないんだよ。じゃあどうすれば。なんだ、ちょっと痛い目に遭わなきゃわからねえのか。そんな、まさか高校生活初日から喧嘩。お前何しやがった。やばい、いってー。あれ、大丈夫ですか。夏目、何遊んでんの。遊んでねえわ、こいつマジで鉄みたいに硬いんだよ。嘘、あの夏目がやられた。マジで、あいつ何者。夏目と牙よりやばいやつ。あれれ、何これ、どういうこと。ふーん、どれどれ。やばいね、あんた山にこもって修行したことでもあんの。あちこちカッチカチじゃん。ここらで見たことない顔だが、お前喧嘩の手だれだな。いや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 、喧嘩とかしたことないですし。じゃあなんだ、素人には手を出さない系の武闘家か。あ、いや、そんなこともないです。俺は一般人です。へえ、ただの素人でそのガタイか。面白いな、お前。俺たちとダチになろうぜ。嘘だろ。俺、高校生になってようやく初めて友達ができたっぽいぞ。中学まで人に話しかけるのが恥ずかしくてもじもじしていたら、人にも友達ができなかった俺。高校に入ったらちゃんと自分から話しかけようって決めてた。そしたらまさか、最初に挨拶したクラスメートにダチになろうぜって言ってもらえるなんて。昼休み、俺は初めて友達とおしゃべりしながらお昼ご飯を食べていた。アキラは普段どこで遊んでたわけ。あ、俺はいつも家で一人ゲームとか。え、インドア派なの。うん。それにしてはいいボディしてんじゃねえの。なあ、もう一回触らせてくれよ。諦めろ、キバのそのスイッチが入ったらもう誰も止められないから。大丈夫、服を脱がすのは勘弁しといてやるから。私筋肉フェチなんだよ。漫画で言うなら超パワータイプなゴリゴリマッチョの軍人系が大好物でさ。ちょっと、彼氏の前でそういうことしちゃまずいんじゃ。彼氏？夏目はただのいいとこだぞ。そうそう、昔からずっと兄弟同然。恋愛感情なんてわかねえな、気にするな。え、そうなの。そう、だから安心して触られてるや。いや、それにしても何かを鍛えたりとかしてないわけ。夏目の蹴りで微動だにせず反動で夏目を弾き飛ばすとは、どんだけ強靭な足腰だよ。本当に山にこもって修行したことねえの。いや、それはしたことないけど、もしかしたら俺のルーティーンに関係があるかもしれない。ルーティーン。早朝5時、行ってきます。中学3年生のアキラ少年の朝は早い。毎日学校に行くために朝5時に家を出ている。理由は簡単だ。彼は15キロ以上の道を3時間近くかけて通学しているのだ。15キロも離れてると学が違うだろう。うん、
俺の中学は猫岡市にある。なのに俺が出発したのは隣の市。両親の仕事の事情で祖父母の家から通っていたんだ。アキラ少年が祖父母の家から通学を始めたのは中学1年の時。あの頃はこんなに長くここから通うことになるとは思わなかった。しかし両親の出張がずるずると長引いて、アキラ少年もずるずると通い続ける羽目に。誰か送ってくれなかったのかよ。うん、じいちゃんたち車の運転できなかったし。じゃあなぜ自転車を使わない？いや、むしろバスとか電車とかは？俺実は自転車乗れなくて、あとバス酔いと電車酔いがひどいから公共交通機関は使えなくて。歩いたら普通になんとか通えたから、まあいいかって思ってさ。まあアキラってさ、キバが大好きなバカみたいな筋力でゴリ押しする系のアホだな。言うんじゃねえよアホ。かくしてアキラ少年は3年間雨の日も風の日も歩み続けた。その結果20キロ歩いて高校に通うことに何の抵抗もない男になったのである。ちょい待て、お前まさか今日も歩いてきたのか？あ、はい。なあ、マジモンの筋肉に物を言わせて脳で考えることをやめた脳筋野郎じゃねえか。やべえ、リアルガチでこんなアホみたいなやついるのか。道具に頼ったり知恵を絞って工夫することなく己の筋肉のみを信じて進んできたのか。キバはアキラに感動し褒めているつもりである。ああ、キバのやつ相当アキラが気に入ったみたいだな。その日の帰り道、俺は初めて友達とおしゃべりしながら下校していた。駅まで一緒に来て大丈夫なのかよ。ああ、もう全然通り道だから。それより友達と途中まで一緒に帰るとかしたことなかったからすごく嬉しいんだ。俺この高校を選んでよかったよ。おいおい、ピュアか？可愛すぎかよ。なあなあ、メンチカツ売ってたぞ。買い食い、高校生からの特権。お前本当に喧嘩とか無縁のただの陰キャだったんだな。ここらじゃ無敗の俺がこんな奴に尻餅つかされたなんて。あ、あ、な、いたくり、誰か捕まえて。おい夏目、行くぞ、メンチの敵だ。おいよ、おい、アキラ走れ、多分お前が一番足が速い。わ、わかった。行けアキラ、そのままステミタックルだ。はい。私の食べ物の恨みを買ったのが運の尽きだったな。へえ。俺たちのお手柄で犯人は現行犯確保された。そして商店街の人たちにも褒められ、キバさんは再びメンチカツをもらうことができた。やっぱりあんたは私が惚れただけあるわ。かっこよかったぜ、一個やるよ。あ、ありがとう。今惚れたって言った？まあ聞き間違いかな。おい、それ最初から3人分だろ。いいや、もらったのは私だ。夏目は何もしてないじゃん。はあ？夏目くんには俺が半分あげようか。お、サンキュ。うん。うん。友達ってこんなに楽しくていいものなんだな。高校生活初日にして初体験の連続。その日の夜、俺は興奮のあまり熱を出して祖父母に呆れられるのであった。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。